うん、はい今日はですね、つばきファクトリーの朝倉ききちゃんの卒業日はいつだということで、ちょっと考察をしていきたいと思いますが、つばきファクトリーの朝倉ききちゃんがですね卒業を発表したのが去年の9月の7日なんですけど、いつの間にか、事務所のホームページのです、ね、ニュースのトップの方から消えてるんですよね。今、福村さんと竹内さんの卒業のお知らせしかないんですよ。 まあ卒業の日程に関しては追、あ、って詳しく説明しますみたいなのを書いてたからあれが何だろうなみたいな形ないんですけど <laughs> まだからわまだ日程がまだ分かってないんですね。で一応ですねまあ,あの春ツアーが日程が出ましてまあざっと見たんですが、えー、この文でいくと 椿ファクトリーが最初に出てくるのが4月の15日の座間、えー、なんですね座間公演から最初に出てくるんです他は他のモーニングとかアンジュルムとかジュースとかビヨーンズは3月18日から八王子大阪金沢長野とか回るんですけどあのー、それでですね <laughs> うんと 椿桜が最初に出てくるのが4月の15であると。だから3月中全くスケジュールが空いてるんですね。ですからおそらくこの辺りじゃないかなと私は踏んでます。で日のフェスが この文でいくと4月1日、2日はまあ濃厚であると、開催されるのは濃厚であるということでありまして、うんどっちに幕張なのか横浜なのか分かりませんが、多分例年通り行われるであろうということです。で、考えられる日程なんですが、えー、っとね、おそらく20日から31日までじゃないかなのどのどれかの平日。 で過去のパターンからすると、20日の、まあ、月曜日か27日の月曜日。まあ、要するに、えー、土日に普通のライブがあった翌日とかね。だからお互い、あのー、ほら連携取りやすいようにみたいな、事務所のような配慮でですね、じゃ,じゃあ土日にやるやみたいな感じなだけど、えーで、月曜日会社がよくあるから、あの事務所よく。で、うん。 で八王子の翌日の武道館じゃねえかと、まあ、島内にいるお互いにいるから、えー、このおこの頃お互いが <laughs> いるだろうから、まあいや参戦しやすいのじゃないかなみたいな感じなんですけど、うーん、で、まあ、4月、ま、にはずれ込まないだろうと、要するにひなペの翌日とかはまあないだろうと。なんでかっていうと、その。 専門学校の入学式が近いんで、まあさ、さすがにそれバタ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 、プライベートがバタ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 ,バタしちゃうから、ちょっと困るとみたいな感じになってですね、えー、やんないのではないかと思います。うん。だから、ひなフェスの参加がない可能性があります。だから、ひなフェスの前に卒業しちゃうんで。えで、ひなフェスが卒業行為になる可能性もまあ薄いんじゃないかな。過去に室田瑞稀がっただけだからね、あれはね、で可能性は低いと思います。と ですがやっぱりこの3月のまあ、20日前後まあ下旬ですねの武道館って何が行われてるかっていうと、えー、リアルな卒業式がよく行われるんですねでまあ、調べて調べたら各大学のホームページ調べましたらこんだけあります武道館がですね22日で専修大学 23日東洋大学、24日法政大学、25日日本大学、26日明治大学で、ここ全部埋まってるんですよ。卒あの、ね、もう卒業式のあいつで。本当の卒業式の方で。アイドルの卒業式じゃなくて、本当の大学の卒業式で、こんだけ埋まってるんです。であとね、17日が帝京大学で、18日が日本あ東京電機大学で卒業式が入ってます。で、だから、空いてるとするならば、もう20日と21日しか空いてないんです今、現状では。 うん、だから20日か21日どっちかもしくは27日かこの辺で30日でだいぶ入ってますから先客が入ってますからこうないだろうということで考えられるのは20日2127282931あたりじゃねえかと、えー、でもこの辺だと日のフェスが間近なので。 まあそれどころの短期はないだろうと、まあ、いきなりスケジュールのリハーサルもやらなきゃなんねいから、そういうところの短期じゃねただやあえず春ツアー始まってるのに、ひなフェスのリ,リハーサルまでやらなきゃないんだから、それまずそれに、それに、あんであの、朝から聞きの卒業ライブのライブまでやると、つばきを含めパンクしちゃうんで、3つも同時進行で無理だろうから、それはやらないだろうということで。だ21 えー、この辺この21日かかってないんだけど本当、ま、日 20, 20日の月曜日21日の火曜日この3つこのどっちかじゃないかなと私は思ってます、うん、考えられるとするならば、うん、ですでいずれなんか後で,でまだなんであの発表が出ないのかっていうとおそらくまだひな,なフェスのですねあのー、なんだっけ抽選会動画がまだ出てこないから で、あれが、あれが出ると、朝から危機が出るか出ないかで、おおよそまか変わってくるんで、四月、あ、ひなフェスが4月1日で2日だとすると、朝から危機が出ますなんて言ったら、えー、あれ <laughs> あれ、専門学校どうしたのみたいななっちゃうんで、え、もしかしたら4月以降みたいな、<laughs> うん、なっちゃうから、まあ、その金もあって、スケジュール的にはまだ出してないんだろうと思います。えー、ですから、この辺でいきますと、ひなフェスの抽選 動画も割と早いうちに多分上がってくるのではないかなと。で日野フェスの抽選動画が上がった時に朝から聞きが出るか出ないか。<laughs> あと日ノフェスのお知らせが出た時に朝から聞きの出演はあるのかないのか。<laughs> これによってこれが3卒業がこの3月20日21日なのか4月の3日。 3日、4日あたりでドタバタ、ドタバタした本人ドタ,バタドタバタするような状態でやるのかわ、えー、かりません。もしくはあのだ一番最悪なのがの動物の専門学校に、えー、受験したんだけど怒っちゃって、えー、途絶えたと。<laughs> で、なかったことに、ね、されるっていうのが一番なんか最悪なパターンでですね、えーみ,た <laughs> うんえー、みたいな、えみたいな、え聞き,きちゃの卒業するんじゃなかったのみたいな、なんか、な、な、なそれはないと思いますけどね。はい えー、今日は朝からキ,キちゃんの卒業の日はいつだということで、えー、動画を撮ってみました。以上です。はい